阪神の歴史では強力な打線で栄光をつかんだ打線をダイナマイト打線と呼んでいますが、これまで4度ものダイナマイト打線が生まれており、そのほとんどで優勝を手に入れてきた歴史があります。しかし2010年に結成された第4次ダイナマイト打線はこれまでとはまた違った歴史を刻むことになり、打撃と勝利は完全には交わらないことが証明された1年でもありました。よって今回は2010年マイアミ阪神を振り返りたいと思います。日本屈指のスラッガー城島健二が7番に入る強力打線として他球団から恐れられましたので、気になる方は一緒に見ていきましょう。2008年リーグ優勝を目前でかっさらわれたことで辞任を決めた岡田監督の後を受け、監督には真由美明信が就任しますが、就任会見で真由美は投手を含めたセンターラインもそうだが守りが重要、守れるチームが強い、日本一を狙えるチームと語り、同じ名前の岡田明信が目指していた野球を引き継ぐことを表明しました。そして秋季キャンプから積極的に選手とコミュニケーションを図っていた真由美監督は、あくまで目標の優勝を狙って次々と改革案を遂行します。まず2005年に結成されたリリーフトリオ JFKの一角を担っていた久保田智之の先発転向を示唆し、4年間で788試合に登板した最強ユニットは解体されました。久保田は以前から先発転向を直訴しており、監督交代のタイミングで実現したようで、投手コーチの久保康雄は、久保田は先発をやりたがっていましてね、マスコミの人たちは給料のことをよく書き立てていましたけど、やっぱり長く野球をやることを考えれば先発に転向した方が良いと本人は考えていました。首脳陣もあれだけチームのために腕を振っていたので、先発への転向に関しては誰もネガティブに捉えていませんでしたねと振り返っています。そして真由美監督はもう一つ、2006年の後半戦から主に代打として起用されるようになった檜山慎二郎に代打専任を通達。当時の外野陣の状況はセンターの赤星憲広とレフトの金本智明がポジションを確保しており、残るライトの1枠を新外国人選手と若手が毎年のように競っていて、真由美監督はまだまだレギュラーとして出場したいと鼻息の荒かった檜山を自らの経験に照らし合わせ、俺も晩年は代打として生きた、長くファンから愛される選手がそのポジションをやってくれるなら監督の立場としても心強いとの言葉で口説き落とし、2009年シーズンから本格的に代打の神様を襲名するようになったのです。往年の長打力に限りが見えていましたが、檜山は2008年もしぶとい打撃を見せており、110打数33安打で打率3割を記録。そんな選手にわざわざ代打の専任を言い渡すのは一見すると不可解と言えますが、実はこの水面下でフロントは大物外国人との交渉で好感触を得ていたのです。ケビン・メンチ、2006年に右打者としてはメジャー史上初の7試合連続ホームランを放つ活躍を見せ、岡田政権時代にも獲得リストに名前が挙がっていた選手でした。ですが当時は金銭面での折り合いがつかず、この年の夏頃から球団はメンチではなくテキサスレンジャーズ傘下のマイナーで150メートル弾を連発していたネルソン・クルーズを獲得最有力候補として検討していました。ちなみに獲得を見送ったクルーズは2009年にメジャーで33本のホームランを放ちブレイクすると、引退した昨年までで464本のホームランを放ち複数の打撃タイトルを獲得する活躍を披露。それでも檜山が代打として起用されるようになった2006年以来、ライトのポジションは流動的でメジャー通算89本のパワーに加え俊足強肩を合わせ持つメンチには大きな期待がかかり、真由美監督ももちろん4番として起用するつもりですと胸を張りました。こうして虎党の期待を一身に背負ったメンチは春季キャンプにも初日から参加し、打撃練習で持ち前の長打力を発揮したかと思えば、守備でも紅白戦で俊足の赤星を外野からの好返球でアウトにするなどの活躍で首脳陣から高い評価を得ることになります。そしてベースランニングでは183センチ、100キロのドラム缶のような体型ながらトップスピードにまで到達する時間が非常に速く、両足を高速回転させるピッチ走法で一塁ベースを駆け抜けました。これには真由美監督も驚きを示し、意外に走れてたね、速いよ、最初の1歩目は遅いけどその後のスピードはかなりのもの、しっかり振るから内野安打もあるんじゃないのかなと口にすると、くじ守備走塁コーチも赤星の次に速いんじゃないか、20盗塁くらいいけるかもとにやりと笑いました。この時点で真由美監督はメンチの活躍に手応えを感じており、4番ライトで起用することを前提として今岡誠、桂木育郎をファーストとして起用するために新井貴弘を広島東洋カープ時代に本職だったサードに戻すコンバートを敢行。前任の岡田は新井の守備について、あいつはボール飛んでこなかったらうまいね、一塁の際どい球をすくい上げたりするのはセンスあると思うよとサードの守備に烙印をしていましたが、真由美監督は打線に厚みを持たせたい意向もあり配置転換に乗り出していきます。またマイク・グリーンウェルと違いメンチの練習態度は真面目の一言で、ボンダでも全力で走りヘッドスライディングを見せるなど
タイマンプレーとは無縁な選手でした。こうした活躍やハッスルプレーも目立ったことから、関西圏のマスコミはメンチを何度も一面で扱い、メンチ早い、殺人バッファロー双方に故障仰天、トラメンチ強弾15発、前見監督ダル口指令、故障うなった、猛犬メンチが赤星殺した、故障不適、007歓迎、メンチの弱点探してとの見出しが踊り続けました。しかしこのメンチ競争曲はあっけなく終わりを告げることになります。対外試合やオープン戦が始まると、打撃練習で見せていた打棒は影を潜め、変化球を見逃したと思えば速いまっすぐで押し込まれる打席を繰り返す。球団 OB で評論家の江夏豊にも、メンチは自分に近いポイントでまっすぐを打つのでかなり窮屈に見える、それでいて変化球にも同じような対応をしているので、これからバリバリ打ち出すようには見えないねとバッサリ。しかも第2回 WBC 日本代表に選ばれ、先発としてある程度計算に入れていたサウスポーの岩田みのりが前半戦絶望の診断を受けると、正捕手の矢野明弘、先発に転向した久保田までが開幕に間に合わないなど主力選手に故障が目立ちました。こうして迎えた開幕戦の4番には前年と同じく金本が収まり、5番新井、6番メンチのオーダーで真由美阪神の1年がスタートします。それでもライトの定位置を争う桜井光大、リーウェイツーが揃って結果を残せなかったこともあり、メンチは開幕後もスタメン出場を続けていましたが、4月後半には体調不良を訴え1軍登録を抹消。2軍で9打数8安打と元メジャーの意地を見せて1軍に復帰しましたが、調子を上げてきた桜井にポジションを奪われ、5月中旬以降は1軍に呼ばれることなく7月に帰国しています。メンチを推薦したと言われる OB のトーマス・オーバリーは早々に、ここまで打てないとは思っていなかった、アメリカにいた時の彼はここまで長打が出ない打者ではなかったし、日本流の指導がうまくいかなかった可能性もあるとすぐに責任をなすりつける素振りを見せました。期待されたベンチが抜けた穴を41歳になる金本智明がスーパー兄貴と言われるほどの活躍を見せて埋めましたが、それも一時的なものに終わっています。そんな4番候補があっけなく日本の地を去ってしまったことで、阪神のフロントは緊急補強に迫られましたが、ここでリストアップされたのが後にダイナマイト打線の核になる元西武の大砲でした。フロントは開幕してから1ヶ月後にはすでにベンチに見切りをつけており、代役の選定を開始。複数の選手がリストアップされていましたが、その中で2008年シーズン西武に所属し27ホーマーを放っていたグレイグ・ブラゼルに白羽の矢が立てられました。ブラゼルは西武時代からパワーを存分に見せつけていましたが、シーズン終盤に右側頭部にデッドボールを受けてしまい、そのダメージが大きいせいもあってか西武は翌年以降の契約を見送っていたのです。そのため2009年のブラゼルはポルチモア・オリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加していましたが、開幕前に解雇されメジャー復帰は叶わず、その後は独立リーグでプレーしていました。しかしメジャーでも有数の飛ばし屋として知られるブラゼルは独立リーグで開幕から打ちまくり、160メートル級のホームランを放つなど、6試合で打率5割5分6厘、4ホーマー11打点と絶好調。この打棒を見たフロントはすぐにブラゼルとコンタクトを取り、5月28日にシーズン終了までの期間で正式契約を結びます。ブラゼルを獲得した下りについて西武の渡辺久信監督は、阪神が獲得したと聞いて驚きました、確かに長打力は魅力だと思いますが、その分穴も多いので活躍できるかは少し微妙なところですねと懐疑的なコメントを残していますが、交流戦からチームに合流したブラゼルは82試合の出場で打率2割9分1厘、ホームラン16本を放ち、メンチの代役としては十分すぎる結果を残します。特に左ピッチャーの外の変化球に苦しんでいたブラゼルでしたが、私にとって非常に幸運だったと語るのが当時打撃コーチを務めていた和田豊との出会いでした。ブラゼルもこれまでの左打ちの助っ人と同様にバースの再来と言われてきましたが、和田は初めてブラゼルの打撃を間近で見た時に、君は本当にバースと同じぐらいの成績を残せる可能性があると声をかけたそうです。ブラゼルはその言葉に驚いたと言いますが、ここから2人は外のボールをいかにレフトへ打ち返すかという課題に取り組みます。インコースが弱点だったブラゼルは基本的に外の球でも巻き込むように引っ張る打撃を見せており、そうすると本来絶好球である真ん中からやや内寄りのボールは全てファールになってしまいます。この点を見逃さなかった和田は現役時代芸術的とまで言われた右打ちの極意をブラゼルに伝授。和田はブラゼルに対して真ん中のボールをバックスクリーンやや左に打ち込むイメージで打ってほしいと伝えます。これまで真ん中のボールであれば豪快にライトへ打ち返していたブラゼルにとっては非常に物足りない練習でしたが、日本でどうにか成功をつかみたいと考えていたこともあり、素直に和田の指示に従いました。するとセンター方向に上がった飛球は浜風にも乗り、かつてバースが牧原ひろみからバックスクリーンに放ったホームランのように放物線を描いたのです。かつてない感覚に驚いたブラゼルはこの時のことを、和田さんは僕に引っ張るなというのではなく真ん中のボールをセンターに打ってみろと言ってくれたんです。
もちろんそんな感覚はこれまでになかったけど、これが面白いようにホームランになった。外の変化球もギリギリまで引きつけることができたので反対方向へのホームランが増えたんだと振り返っています。するとブラジルは極端なオープンスタンスの構えで外のボールを誘い、翌年にはレフトポール際へ面白いようにホームランを打ち込むようになるなど、広角打法を身につけることに成功したのです。こうして覚醒のきっかけをつかんだブラジルはアメリカへ帰国する際、阪神で選手を終えるくらいの気持ちでいると残留を熱望し、阪神への熱い思いを語り、球団もこの思いに応えるよう年俸8000万円の1年契約で2010年の契約を結びます。こうしてダイナマイト打線のキーマンを確保したチームでしたが、2009年のマイアミ阪神は主力選手の出遅れも重なり、優勝争いに加わることなく首位巨人から 24.5 ゲーム離された4位でシーズンを終了。マイアミ監督の采配には数々のバッシングが寄せられましたが、それ以上に懸案事項と言えたのは正捕手矢野の後釜問題でした。2005年の優勝を支えた矢野も40歳を超え、右肘の状態が思わしくないこともあり、出場試合数は30試合に激減しており、若手の加納圭介などがその穴を埋めましたが、球団はあくまで翌年も優勝を狙うとして加納を育てるのではなく日本球界に復帰する意向を見せていた最強捕手の獲得に乗り出します。城島健二、メジャー移籍してからもバリバリの状態で福岡に戻りたいですね。今の自分があるのはホークスのおかげであり、ユニフォームを脱ぐときは福岡でホークスのユニフォームを脱ぎたいと福岡への愛着をたびたび口にしていましたが、この年26ホーマーを放ち飛躍した田上秀則の存在や城島自身の年俸の高騰などもあり、ソフトバンクは獲得に消極的な姿勢を見せたそうです。そこに右打者かつ正捕手が補強ポイントであった阪神は城島へ猛烈なアプローチを行い、最終的に城島はタイガースへの移籍を決断しました。こうして城島という大きな戦力を得たマイアミ阪神は翌年の反撃に向けて準備を整えていましたが、この年限りで引退を表明していた赤星の一番センターのポジションを埋める必要にも迫られていたのです。赤星は首に故障を抱えながらプレーしていましたが、2009年シーズンの試合でダイビングキャッチを試み、頚椎椎間板ヘルニアが悪化すると同時に中心性脊髄損傷、大怪我を負いながら赤星は翌年のシーズンに備えて10月から懸命なリハビリを開始していましたが、医師から今度やってしまったら不随の可能性がある、最悪のケースを考えると命の危険性もあると通告され現役続行を断念しました。これで赤星が9年間にわたって守り続けていたセンターのポジションがぽっかりと開くことになりましたが、ここで2005年の優勝メンバーかつ当時は中米スカウトだったアンディシーツからマット・マートもぜひ獲得してもらいたいと熱望されます。シーツは獲得を検討する選手の緻密なレポートをフロントに送付するなど真面目な人柄が高く評価されており、自らの手柄を取りたいために欠陥のある選手をゴリ押しするようなことはこれまで一度もありませんでした。そんなシーツはマートンの打撃が日本向きであると確信し、活躍に太鼓判を押したわけですが、球団社長を務めていた南野坊はシーツがマートンを売り込んできた時のこと、彼は他の選手にあまり関心を示さなかった、マートン以外はあまり自信が持てないとまで言った、物静かな彼が珍しく興奮した様子で来年は外野のポジションを任せられるとまで言い切ったんです。そこまで言われたら獲得に動きますよねと開墾しています。そしてシーツのご利用しの末、12月12日にマートンの獲得が発表されると、一部球界関係者からは打者有利なコロラドロッキーズ参加でしか成績を上げていないと酷評する声も上がりましたが、この時点でも球団はシーツの言葉を信じていました。こうしてダイナマイト打線を形成するメンバーが揃ったマイアミ阪神は記録的な1年となる2010年を迎えることになります。新加入の選手を加え派遣奪還に燃えていたマイアミ阪神ですが、1月9日にチームにとって大きな変革をもたらす情報が発表されました。記事の見出しには飛ぶボールが阪神公式球甲子園で空中戦との文字が躍り、紙面には阪神が今季から水車製のボールを主催試合の公式球とすることが8日分かった。これまでは那須車製を使用してきたが、公式球統一の流れの中で大部分の球団が水車製を使用している実態も考慮、ボールに馴染むため2月1日の沖縄宜野座キャンプから使用すると綴られました。実はこれまで使用してきた那須社のボールは球界一飛ばないボールとして知られており、ひんなり泣かされていた暗黒時代のバッターも浜風よりもボールの方が難敵であるとコメントしています。現監督の岡田も那須のボールには手こずっており、同じく那須を使用していた広島の高橋義彦との対談で、ほんまに那須のボールは飛ばんかったな、阪神はピッチャーが嫌がるんよ、水野のボールとかはよう飛ぶから、広島もあんなに球場狭いのにホームランあんまり出えへんのはボールが那須やから、それに広島は阪神よりも200円値切ったボールやったから余計に飛ばん、俺那須の社長から聞いたからこれと昔話を披露しています。こうして最も飛ばないボールから飛ぶボールへと使用球を変更する大きな改革が行われましたが、キャンプを開始すると選手はすぐに手応えを口にしました。この年キャリアハイの成績を残すことになる鳥谷敬は明らかに違う感触です。バットに当たったらポンと前にボールが飛んでいく、ホームランを打てる人に恩恵が大きいと言われていましたけど、打球の速度が明らかに上がっているのでゴロで間を抜く選手はアウトになっていたボールが抜けていくイメージですねと
手応えを口にしており、平野も打った瞬間の手応えは軽く感じました。スコンと抜けていくというか、これまでと違った感覚がありました。球足が速くなった印象があるので、打撃面では嬉しいと思いながらも、守備では今まで通りの守り方だと少し危険かなと思いましたね、と語っています。そんな那須の呪いから解き放たれた阪神ナインはキャンプで柵越えを連発しましたが、その中で一人遅れを取っていたのは不慣れなセンターの守備に苦労していたマートンでした。センターを守った経験がほとんどないマートンは、守備練習でストレスを溜めていたのか、肝心のバットで持ち味が発揮できず、フリー打撃で2年目のシャオイージェと対戦した場面では打撃ゲージを出ないファールが目立ち、空振りも見せるなど散々な姿を見せます。キャンプに視察に来ていた評論家からも酷評が相次ぎ、 OB の広沢霞はテイクバックが小さくトップを取るのは下手なのでタイミングが一球一球違っていると指摘。さらに金村義明もちょっといいところを探すのが難しい感じ、トップへの入り方は日本人にない感じで差し込まれている、もう少しタイミングを早めに取って向かわないと振り遅れのような感じになってしまう、と散々な論評を展開されます。しかしマートンは実戦デビューを果たすと徐々に調子を上げ、ファールばかり打っていたフリー打撃が嘘のようにヒットを量産。オープン戦では鳥谷に次いでチーム2位の打率3割5分2厘、先頭打者ホームラン2本の成績でシーズンを迎えることになり、赤星に代わる切り込み隊長として状態を上げていきました。前見監督も打撃陣の仕上がりには手応えを感じており、開幕前の会見では今年は勝ちに行きます、目標は優勝ただ一つです、と堂々と宣言し、就任2年目のシーズンをスタートさせたのです。開幕オーダーの生え抜き選手は鳥谷と桜井のみというドザマオーダーでしたが、核弾頭に据えたマートンが5試合連続安打、15試合連続出塁と好調を維持し、城島も勝負強い打撃を披露するなど、セ・リーグ屈指の強力打線が出来上がりました。そんなチームは開幕からの5試合を4勝1敗で乗り切りましたが、苦手な名古屋ドームで3連敗を喫して星を五分に戻してしまうと、4番を守り続けてきた金本には批判が集中しました。実は金本はシーズン前の練習中に藤川俊介と激突して右肩の棘上筋部分断裂という重傷を負っており、医師からは通常の生活を送るだけでも激痛が走るはずと診断されていたのです。しかし連続フルイニング出場にこだわっていた阪神と金本は怪我を抱えながらも試合に出場し続ける意地を見せますが、レフトを守っていた金本は怪我の影響から満足な送球を行うことができず、ランナー一塁塁の状況でボールがレフトに飛ぶとランナーは面白いように生還しました。それをなんとかカバーしようとショート取りたりも、金本のカバーをするためにショフトという造語まで生むほどの守備範囲と送球面で補いますが、4月17日の試合で金本はランナーが本塁に向かう中で目の前にワンバンするような送球を見せてしまい、これまでチームを支えてきた兄貴とはいえトラファンのフラストレーションは最高潮に達したのです。すると阪神ファンからは、金本もう下がれ、ボールが投げられないなら出てくんな、ショフト鳥谷がかわいそう、とのヤジが飛び交い、舞台となった横浜スタジアムには騒然とした空気が漂いました。こうした状況を見た金本は翌日自ら真由美監督に、これ以上出てもチームに迷惑をかけると自ら申し出てスタメンから外れ、レフトの守備を桂木育郎に譲ったのです。これにより連続フルイニング出場の記録は1492試合で止まり、同年5月15日にギネス世界記録に認定され世界記録樹立となりました。金本は同時に4番の座を弟分の新井に譲ることになりましたが、この結果1番マートンから始まる第4次ダイナマイト打線が完成することになります。マートンと平野の1・2番コンビは打率3割5分前後を維持して最後まで首位打者争いを繰り広げると、毎打席必ず誰かしらランナーがいたという鳥谷は19ホーマーながら104打点を記録、ダイナマイト打線を形成する以前から出塁率の高かった鳥谷の恩恵は4番を打つ新井とそれに続く城島ブラジルにも波及しており、3人で320打点を荒稼ぎするダイナマイトぶりを見せつけました。和田と出会ったことで打撃を開眼させたブラジルは真由美監督から、細かいことは気にせずホームランをどんどん狙っていけと背中を押されたこともあり、シーズンホームランはバースの54本、掛布正幸の48本に続くチーム歴代3位の47本を記録し、球団史に名を残してみせたのでした。またこの年巨人の先発の柱として活躍していた内海哲也は、阪神のダイナマイト打線は自軍の史上最強打線を上回っていたといい、ホームランの数では巨人も負けていなかったんですが、阪神打線はホームランの数が少ない代わりに選球眼が良くフォアボールも多く取っていました。ピッチャーにとっては常にランナーのいる状況を作られるのは本当にストレスがたまるんです。足はそれほど警戒していませんでしたが、野手の間を面白いように抜かれましたね、と開墾。宇都宮の印象通り、この年のダイナマイト打線は安打数、得点、打点の全てで巨人打線を上回っており、第一次ダイナマイト打線時代の復刻ユニフォームを着た試合で3試合連続2桁得点や球団記録の22得点を叩き出すなど、まさに1年間にわたってやりたい放題の状態でした。前見監督は就任時に守りの野球を提唱していましたが、その正反対といえるチーム作りに成功したわけですね。
そんな強力打線で他チームからの脅威になっていた2010年の阪神ですが、投手運用ではこれまで通り藤川球児をはじめとした中継ぎ陣の酷使が目立ちました。シーズン中、前見監督と久保投手コーチは勝ちにこだわった起用を選択すると繰り返し口にしていましたが、今になって考えてみるとその言葉は目の前の試合にだけ限定されていたように思えます。 JFK が誕生してからの阪神にとって懸案事項だったのは、シーズン終盤になって救援陣全体のパフォーマンスが極端に落ちてしまうことで、成績自体を振り返ると素晴らしい数字が並びますが、登板方の影響があったのか9月以降は苦しむ場面が多く発生。13ゲーム差をひっくり返されて優勝を逃した末に臨んだ2008年のクライマックスシリーズも、疲労困憊だった藤川が中日の大論移り特大の決勝ホームランを許したのがきっかけで大どんでん返しを経験。そのため1年目の前見監督は金属疲労状態にあった藤川の負担を軽減し、60試合を大幅に下回る49試合の登板でシーズンを終えていました。ですが前見監督が勝ちにこだわると宣言した2010年シーズンが幕を開けると、予想に反して救援陣の登板方が目立つようになり、藤川の買いまたき登板が周りにも早い時期から発生します。2009年の藤川はやむを得ないケース以外ではイニングまたぎの登板を行っていませんでしたが、この年は12試合も記録し、初めの買いまたぎも4月13日の巨人戦という早い時期からスタートしていました。比較的日程が楽になる交流戦においては2度の2イニング登板を強いられており、その試合予想はシーズンも押し迫った9月に顕著な姿で現れたのでした。9月11日の試合で前見監督は勝因につけていたヤクルトとの一戦に、この年後半戦から先発に転向していたランディ・メッセンジャーを先発に立てます。メッセンジャーは大きく割れるカーブを武器にヤクルト打線を7回までゼロに抑える完璧な投球を見せていましたが、8回のマウンドに上がったのは守護神である藤川でした。8回頭からの藤川投入はこの試合は負けられないという前見監督からのメッセージであることは確かですが、疲れの見えていた藤川は代名詞で余る昼の球ストレートが走らず、先頭の福地にデッドボール、ここから1番の青木にヒットで繋がれると、ギラでそれぞれの走者が進み、1点を失いながらいい腹をセカンドゴロに仕留めて2アウトまでこぎつけます。しかし藤川に待っていたのはホワイトセルの豪快な逆転ホームランでした。勝ちを確信してからの藤川の被弾はファンにとってもダメージが大きく、ホワイトセルのボールがスタンドに消えると球場内は静まり返ります。試合後足早にロッカールームに消えていく藤川は、2点差を抑えられなかったらクローザーちゃうねと言葉を残しましたが、顔には疲労感が漂っており、一人でこの敗戦の責任を背負い込んでいました。久保投手コーチは藤川の8回投入について、8回に球場を出したのは勝ちに行ったということです、打たれたことはしょうがない、明日も勝ちに行きますと説明しましたが、バン記者からはいつも通りのコメントと落胆の声され聞こえてくることに。過酷な起用に苦しんだのは藤川だけでなく、それ以外の投手の登板数も非常に多く、シーズンを通してまともにパフォーマンスを維持できた選手は皆無でした。藤川以外全員の中継ぎ投手が一度は登録を抹消され、中盤まで救援陣を支えていた2年目の西村でさえシーズンの最後には勢いを失い、大事な場面で2軍での再調整になります。次のシーズンに向けて前見阪神は投手陣全体のテコ入れを行い、中継ぎ陣への負担を分散するため、この年の阪神はドラフトで榎木田大輝、一二三慎太郎の投手を補強し、ロッテで29セーブを挙げていた小林博之を FA で獲得しましたが、2010年は本当に悔やまれる形になったのでした。そんな投手陣が崩壊した阪神はこの超重量打線を抱えながら優勝を勝ち取ることができず2位に終わり、クライマックスシリーズも第1ステージで巨人にあっさりと2連敗、打線ばかりが注目された1年は終わりを告げました。 V 逸の原因は前見監督の采配にあると批判が集中しましたが、今一度この年の戦いぶりを振り返ってみると、投手運用には疑問点が多く、さらに接続を期した翌年には思いもよらない理由でダイナマイト打線が解体させられてしまったのです。こうして反撃体制を整えていた前見阪神でしたが、完成されたはずのダイナマイト打線に冷や水がかけられることになります。統一球導入。この年までプロ野球の各球団はチームごとに本拠地で使用するボールを各メーカーと契約していましたが、球団ごとに異なるボールが使われていたことに対する批判や、 WBC などの国際試合で採用されるボールに近づけるという目的などから、2011年度から12球団全てで水野製の低反発ゴム材を用いたいわゆる統一球を採用しました。導入決定当初から選手の間ではかなり飛ばなくなると噂になっていたこのボールは、春季キャンプから早速猛威を振るいます。昨年はピンポン玉のようにボールを飛ばしていたブラジルの打球はことごとくフェンス前で失速し、4番の新井はバッティングピッチャーのボールにバットをへし折られるなど、昨年と違った光景がグラウンドには広がっていました。前見監督は開幕に先駆け、今年はホームランで打ち勝つのは厳しい、一点にこだわって足を絡めた野球を見せたいと語りましたが、鳥谷と桜井以外が外様出身ということで、スタメンの平均年齢は約32歳と若くはなく、フレッシュさに欠けた阪神は全員軒並み成績を落としてしまいます。中でも手術から復帰した城島は38試合出場時点で打率1割8分9厘、5ホーマー13打点と極度の打撃不振に陥り、6月10日に出場選手登録を抹消されると、その後8月16日に左膝のクリーニング手術を受けたため1軍に復帰することなくシーズンを終了します。前年172本だったホームラン数はわずか1年で82まで激減し、6月には最下位に沈むなど、
と、1年を通して好調と言えたのは7月だけというシーズンを送ります。その時酒井慎也オーナーは真弓監督の戦いぶりを評価し、続投が規定路線であると述べましたが、反発がファンから巻き起こり、9月末の試合では応援メガホンがスタンドから投げ込まれ、10月には観戦に来ていたオーナーに向かってヤジが飛び交うこともありました。結局10月16日にレギュラーシーズン4位以下が確定して2年ぶりの B クラスとなり、同日クライマックスシリーズに駒を進めることができなかった責任を取るとして真弓監督の辞任が発表されました。いくつかの偶然や奇跡が重なって誕生した2010年のダイナマイト打線でしたが、不運なことに統一球の導入と重なったため、わずか1年で解体を余儀なくされ、真弓自身も監督の座を追われるなど、やや不運な契約最終年だったといえます。阪神はその後も頻打に苦しむシーズンが目立ちましたが、2023年は重量打線に耐えるのではなく、フォアボールで塁上をランナーで埋めるつなぎの野球で日本一に輝いています。現在の強い阪神も魅力的ですが、やはりロマンあふれる攻撃性を持ったチームもすごく面白かったので、また第5次ダイナマイト打線が生まれることを楽しみに待っていたいと思います。それでは。